チャーボくんゲームです。やっぱり2021年をやってコーデで今回はですね、トッテナム新アイコニックモメントガチャから登場アイコニックモメントファンデルファルト、ロビーキン、ガスコイン名称をやっていきたいと思います。IM トッテナムトライアングルでちょっと動画したかったので、今回は3選手同時名称という形でね、各選手の強みとロビーキンはオフェンスセンスと決定力の高さで、スピシュンもねかなり高いところからのラインブレーカーですね。この抜け出しの質がめちゃくちゃいい、一瞬でグッて抜け出し、シュートスキルも豊富なので、ストライカー役割をね担ってもらう。そしてアイコニックモメントファンデルファルト、パス能力ですね、ここが高いね。フライパス、グラウンドパスともに高く、パスのスキルが豊富なので、やっぱアシストですね、アシストをしっかり狙っていきたい。そしてガスコインですね、アイコニックモメントってなる3選手目のガスコイン、やっぱドリブル能力が高いんで、自らドリブル突破あるんですけど、ファンデルファルト、ロビーキンも生きてくると思うので、まあ、ダブルタッチ、ルーレット、フェイント系もあるので、そこからのシュートコンボもね狙いつつ、ロビーキン、ファンデルファルト、ガスコイン名称やっていきましょう。トッテナムアイコニック様いきましょう。ロビーキン、ファンデルファルト、ガスコイン、よし、オッケー。ガスコイン絶好調で、ロビーキン絶好調、いきます、やります。ファンデルファルト、ロビーキンにガスコインですね。いや、いいとこ、ファンデルファルト強い、ファンデルファルトえぐ、いや、さあ行こう。いや、いや、すごいことなってるぞ。もうロビーキーンからファンデルファールド、いやー、ナイボネドベドアシスト、ファンデルファールド、ファンデルファールドの強み出ましたね、まあ、パスがうまいんで、そうだね、アシストのところをきっちり狙っていく。いやー、ここでロビーキーンね、ロビーキーン、ガスコインのハイパー、ハイパー、ハイパー、ハイパーシュート、うわーボレー惜しい、ガスコイン、ここ、いやー、ロビーキンに、あー、出てきました、しっかり。前半2-0、トッテナム30シーですね、まあ、この調子で、あ、さあ来ました、ファンデルファルト、ファンデルファルト、アウトサイドできっちり決めていく、オッケー、ということでゲームです。ディナム IM30 試合しっかりね活躍、全員重ねて勝利ということでね、まだまだいきましょう、いきましょう。ファンデルファルト絶好調、そしてね好調に選手も引いていく。さあ、レディファイト、いや、ガスコイン、シャーッ、きた、ガスコイン、なかなかね、課題ですね。前半は得点取れなかったけど、後半ね、トライアングルで爆発していけたらなと。ガスコイン。いし。嘘ラビンキンですよ。トッテナムブーストパワー出た。今のは結構やられてもおかしくないやつ。さあ、ロビーキンがね、このね、抜け出しからニアに決めていく、ファンデルファルト、バサー、ロビーキンを舐めてもらっちゃ困るぜ。いや、でもお相手守備硬かったな、結構。ナイス、ルーベンディアス。さあ、ここは。で、ガスコインがね、このタイミング出してあげて。で、どうしようかな。ガスコイン、ガスコイン、ダブルタッチから落ち着いている、理想のカウンターから終わりですね。アイコニック3種、まだまだいきましょう。ガスコイン、ファンデルファルト、ロビーキン、ファンデルファルト絶好調、ガスコインパワーね、ガスコイン、ガスコイン覚醒会にしたいね。いや、そのね、パスいいよ、ここに出てくるあたり、ラボーナフェイントから間入ってガスコイン、アイスドリブル、ここに出てくるあたり、ラボーナフェイントから間入ってガスコイン、アイスドリブル、あの細かいエリアよく抜けたね、プランのガスコイン、ダブルタッチ、ダブルタッチで、あ、入れ、おっしー、フィネス、キックフェイント、ラボーナ系、
倒れちゃったけど、ここで、こっち、ロビキン、崩しの形はめちゃくちゃいい。いやー、前半は1対0。さあ、ロビキン、ロビキン抜けてる。いやー、いい抜け出し。ロビキン、うわー、オッケー、ということで1対0。トッテナム、アイコニック30シーン、またまた、いきましょう。ゴー、ガスコイン、ナイス。トッテナム、いきます。さあ、ここファンデルアウトでカウンターですね。どうしよう。よし。で、ロビーキン、安定ですね、キャッチ力。シンプルに攻めてね、やっぱ得点取って。ここでね、ガスコイン、足元。さあ、2連でかわしちゃうと。そしてロビーキンにアシスト、アポスト。これカウンターだね。イエス。で、ここでロビーキンが作ったスペースをガスコインに使っていく。で、ここでロビーキンが作ったスペースをガスコインに使っ、今のね、ロビーキンの引っ張り、もう引っ張ったね。ファンデルファールと、いや、ナイスヒール。ガスコイン、キックフェイント即シュートし、うわ、今の決めたかったけどな。普通に手も肩に似てろ。ガスコインがね、躍動してますね。いや、ウロレンジそのまま来るのか。うわ、終わったかも。うわ、ダイビングヘッド、ロナウド気合いのダイビングヘッドだね。いや、ガスコインめっちゃいいとこ来た。うわニア、ガスコイン、ガス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 コイン、よっしゃー。お次、ラスト試合、いきましょう。ラスト試合、トッテナム、トライアングルアイコニック。よし、消えていこう。気合を入れました、今。カウンター。ルーレットか。うわー、最高。で、ここでどうしようかな。このボールを、ネドベド。ネドベド。イエス、ファンデルファールと走り込んできた。いやー、よかった、今の。ファンデルファールドのね、90度ルーレットパス、かなり効いてましたね。さあ、いや、ファンデルファールド、そのヒールはやばい。グティ級の神ヒール、ファンデルファールド見せていく。2対0。ファンデルファールド、うお、ファンデルファールド、ナイスヒール。いや、そしてロビーキンがここに抜けてる。さあ、ということでね、追加点取ったところで終わりってこれパターンかな。今回はトッテナムアイコニックガチャから登場した3選手メイン賞ということでね、全選手良かったですね。それでね、強みがあると思うんでね、ぜひね、当たった方、使ってみてください。ということで、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また動画についてぜひ遊びに来てください。またしょっすんで、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。